こんにちは、エルノリです。今回はですね、僕が所有するホンダの人気 SUV、ZRV とね、ベゼル。これのね、外観を見ながらね、まあ思うままに、主にスタイリングですね、外観についてね、話していこうという動画になります。いや、僕の動画でね、この2台ね、並べて紹介するの初めてですよね。うーん。こ,こに動画撮ったり、写真撮ったりするの。 いやーなかなかね、壮観ですよ、我ながら。いや、ディーラーさんでね、こういう風に並んでることはよくあると思うんですけど、なかなか所有してこうやってね、2台並べて動画撮ってる人ってあんまりいないと思うんでね。うん、まあ、貴重っちゃ貴重かもしれないですけど。いやーそれぞれね、うん。あの、個性があってね、なかなか見,見応えがあるっていうか、<laughs> すごいですね。 うん、まあ簡単に紹介するとこの ZRV が先に納車されましてもう1年2ヶ月乗ってます EHV の Z の 4WD モデル色はクリスタルブラックパールですね、うん、もう2万2000キロ走ってるんでねよくわかってますけどねいやうやって見るとね改めてかなり、うん、違いますね、まあ、一応こっちが上級の SUV っていうかな、うん、ホンダの中では一番上の SUV になりますこっちがミッドサイズっていうかな、ミッドグラス。うん、この下に最近ね、WRV っていうのは加わりましたけど、まあ、こうやってフロントフェーズだけこうやって見ると、どっちがね、うん、上級かな、な上の SUV かって分かんないですよね。うん、あそうこっちがあの最近ね加わったあのベゼルのね EHV の Z のプレイパッケージですね。こっちは FF 車ですね。パノラマルーフついてます。パノラマルーフついてるんですけど、 外から見るとわかんないんですよ、これ。うん。うまくできててね。中から見ると天井がね、透けてて。うん。すごい明るいんですけど。色はスレートグレーパールブラックですね。この色もね、めっちゃ好きですね。うんちょっとね、あの、いじってるとこありますね。フロントロアスカートをね、両者ともつけてます。うん。全然違う感じなんですけど。 グレーメタリックみたいな感じでね、ちょっと丸みを帯びたデザインで。うん、これはこれでなかなかいいアクセントになってるなって感じです。こっちはもう輝いたね、なんか、すごい。うん。シャープな、うん。フロントロアスカートついてます。でプレイなんでね、トリコロールカラーついてますよね。そうですね、フロントでいじってるのはこの辺で2つですね。うん。いやー。 このね、ZRV 癖ある顔してますよね、ほんとね。とにかくフロントグリルがね、うん、個性的でね。このバーチカル、なんていうのか、<laughs> グリルっていうんですか。この縦語、縦の牢屋みたいになったね、格子。うん、これがすごいですよね。やっぱ個人的には僕ね、このブラックとかね、ZRV には。ミッドナイトブルービームメタリックあの辺が合うかなと思ってますけどね、この癖ある顔に。 うん本当なんか僕のは黒,黒なんでねダース・ベイダーっていうかなうんダークナイトって感じですねうんこいつはなかなか面白い顔してますね本当ねそれに対してねベゼルはあのちょっと知的な感じですねノーブルで端正でね、うん、スマートな感じですかね 女性受けはこっちかな。やっぱね、僕の個人的な印象では、女性受けがいいのはこっちかなと思います。こっちちょっとね、癖ある顔してますからね、うん、独特な感じですけど、こっち割と受け入れやすいかなっていう、うん、そしてなんかね、トリコロールカラーがプレイだとつ,ついくから、うん、なんかね、スタイリッシュっていうか、うん、フレンチの香りがする感じですよね。 いやでも、どっちが、もういいですよね、ほんとね。うん。でも、まあ、よく見るとね、やっぱ下手がね、こっちの方がね、うん、ちょっと、あの、上級かな。うん、少しね、よーく見るとですけど、例えばヘッドライトの、この辺の、うん、感じなんかがね、すごく高級感あるんですよね。うん、すごい光ってるような感じするんですけど、 でヘッドライトもめっちゃ明るいですこの ZRV って。うんと。この、ね、フォグライトが付いてないんですけど、まあ標準では付いてないんですけど、これもう全然いらないです。このヘッドライトがめっちゃ明るいんで。こん,んな感じですね。で、あの、この、僕は何もつけてないですけど、ナンバーフレームみたいなのが最初からこうやって付いてますもんね、こ,こ,う,こうやって、黒のが。うん。それに対して、あの、 ベゼルってもう剥き出しなんですよね、バンパー。あ、ナンバーが。これはあの、あの、フレームつければ別ですけど、つい、何にも標準だとね、これ、縁取りがないですけどね。こっちの、ZRV で、こうやって一応、簡単ながらついてますので、これだけでもね、違うということですよね。 でエアインテークもね、なかなか、うん、こだわった造形になってるんですよね、うん。うん。そう、サイズはこっちの方が幅が広いです。5センチ。1840かな。こっちが1790、5センチ。幅が狭いんですけど、割とこっちの方がなんか、うん、幅がね、結構あるような感じしますよね。この前だけ見るとね。で、まあ、こっちも割とね、 あの上質に仕立ててるので、まあど、クワリマに詳しくない人がどっちがあの上級の SEV かって言われたら分かんないかもしれないですね、まあ、サイズ感以外ではね。はい。じゃちょっとサイドビューを見ましょうか。はい。これが ZRV のサイドビューですけど、割とね、ZRV はあんまりサイドに関してはね、そんなにあの特筆すべきところはないような感じです。 あのもうフェンダーアーチとかはもう全部ボディ同色になってます。うん、ベゼルはそれに対してねあのフェンダーアーチはあのボディ同色ではなくてこれはあのブレーだからじゃなくてあの普通の Z とかねあれでももう黒なんですよねだから軽くツートンみたいになってます。うん、ZRV はボディ同色です。うん、基本的にはねブラックスタイルになるとフェンダーアーチが黒くなるんですけど でも、この辺も全部ボディ同色になります。うん。こういうところも。ドアミラーもボディ同色ですね。普通は。うん。ベゼルも、あの、プレイ以外はボディ同色ですけどね。で、僕はホイールはね、ZRV に関してはいじってないので、標準のホイールです。このホイールがね、僕はもうちょっとスタイリッシュでもよかったかなと思いますね。それか真っ黒だったらいいかなと。 いう感じはしますけどそれに対してベゼルはね、僕いじっちゃってるんですよ、これ。MS050 っていうモデュールのね、ホイールに変えちゃってます。うん。なかなかね、これがまた、うん、走りが良くなるし、見栄えもね、より豪華な感じですけど、まあ、標準の Z のね、ホイールも、本当かっこいいですよね。僕は、あの、ホイールで、うん、どっちが好きかって言ったら、もう、断然、標準の Z のホイールの方が好きですね。 これ、あの、タイヤサイズはね、ほとんど同じなんですよね、実は。あの、くしくも、ブリジストのアレンザ両方とも履いてますけど、幅が225。うん、こっちも225なんですよ、幅ね。ただ、あの、扁平率って言ってね、この直径に対する、このゴムの比率、こっちがね、55%。こっちの方が実は、あの、ゴムの厚さがあるってことですね。こっち50%です。 意外とね、こっちの方がエアボリュームっていうかな。うん。ゴムの厚さの比率は少ないってことですね。うん。で、同じ18インチ。意外ですよね。こっちの方が大きなね、<laughs> SUV だから幅比が広くてね、もっと大きいホイール配布かなと思ったんですけど、こっちと同じだってことですね。 旧油口はね、ZRV はプッシュ式です。これ、うん、鍵持ってれば開きますのでね。うん。それに対して、ベゼルは、あの、鍵持ってても開きません。これ、中のレバーで開ける、うん、レバー式なんでね、これが残念なところですね。うん、僕、すごくこれ、残念なところだと思ってるんですけど、最近の車は、ね、大体鍵持ってればね、プッシュ式で開くっていうのが普通ですけどね。 同じ EHV 同士だったらあの、もうベゼルもあれか、ZRV もレギュラー重ねですね。うん、タンク容量は違います。こっち50リットルですけど、こっちの ZRV57 リットル、こっち大容量。だから、航続可能距離めっちゃ長いです、これ。はい。リアを見ましょうか。リアはね、こんな感じの ZRV はテールランプの形状ですね。 全部 LED かな、うん、で、ちょっとね、なかなか、ちょっとこだわった、点、うん、点々みたいなのが見えますね <laughs>。何気にこういう ZRV のね、この、うん、マークなんかも、ちょっとお金がかかってるかなって感じはしますね。うん。まあでも、ベゼルも同じか。ベゼルもまあ、同じか <laughs>。ただ、 ZRV は下の方がね、メタルグレーみたいになってて、エキパイフィニッシュがこういうふうにかっこよくね、覆われてて、中に丸いのが見えるかなと思うんですけど、なるべくこれが見えないようになってますよね。うん、ここがすごくいい感じですね。それに対してベゼルは、あの、排気口がむき出しになっちゃってます。これ何にもついてないから、僕の。<laughs> 標準だと。あんまり見づらいですけどね。 その代わりベゼルってもうここがね塗り分けられてるんですよね。ピアノブラックなのかなこれが。うーん。で、ここがボディ同色とのツートンみたいな感じになりますよね。フェンダーアーチとかね。うーん。で、なんちゅってもプレイはね、ここに青の差し色が入るからめっちゃスタイリッシュ。で、後席のね、ドアハンドルはここですからね。うん。 こういうとこもね、デザイン性にこだわってる。まあ、使いやすいのはこっちなのかもしれないけどね。z a r o って、だからサイドとかね、リアはそんなに得するべきところがないかなって感じなんですよね、実は。うん、ただ、よく見るとこっちのがやっぱり上級っていうかな、高級な仕立てになってるかなって気はしますけどね。ベゼルは、あの、うん、マイチェンしてね、テールランプが若干変わったんですよね。 ここに段重ねになってますよね。平行の線で。毎チェンマイってここがここに、目の下の熊みたいに、ここに放射状になんか線が、ランプの形がそうなってたと思うんですよ。だけどこれ、LED 化されてこの、うん、スマートな形状になって、これがね、なかなかいい感じです。僕はちょっといじってて、ベゼルも、ZRV も、テールゲートスポイラーつけてます。うん。 この辺のテールゲートのスポイラーの形状も実はあの、ベゼルの方が、このホンダアクセスのね、うん、スタイリッシュかな。こっちは割と、見る人が見ないとわかんないかもしれないですけどね。これ普通のテールゲートスポイラーじゃないです。ちょっと反ってるでしょ。うま少しここに溝があるからわかりやすいかもしれないけど、 あの、ベゼルのね、テールゲートスポイラーももう本当に夜なんか一目瞭然。この幅が広いから、このストップランプの。それでちょっとね、形状もやっぱり明らかに、うん、標準のものとは違うなって感じですからね。そう、僕は、あとベゼルに関してはロアスカートっていうのをつけてるんですよね。ここにボコッと盛り上がりがありますよね。こういうエアロパーツが僕は4点ついてるんです、実は。 ベゼルはね、こういうとこもガーニッシュがついてるんですよね。なんで多少いろいろ武装した感じのベゼルになってますけど、うん。だから実はこれ総額で言うとこっちの方がお金かかってます。<laughs> ホイールとかエアローパーツがついてるし、もともとあの、マイチェンしてあの、ベゼルって値段が上がってね、プレイってね、それも一番高くなっちゃうし、パノラマルーフで。 うん、マルチビューカメラシステムとか、ポーズサウンドし、あ、ポーズじゃない、プレミアムサウンドシステムとかついてるから、高いのに、ホイールもつけてるし、付け替えてるし、エアロパーツでも4点つけたから、実はあの、総額で言うと、こっちの方がお金かかってるんですよ。<laughs> すごいことに。うん。まあ、こっちも最近値上がりしたんでね、うん。結構上の方は高いですけどね。うん。両方ともね、 とても満足度高いです。本当に。どっちを所有してももう間違いないです。うん、皆さんにお伝えしておくと、どっちを所有してももう間違いない。まあ、デザイン的な問題かもしれないね。あと走りに関してはもう一長一短あって、それはまた別の動画で話そうと思うんですよ。あとインテリア、も外観以上にインテリアがやっぱ違いますね。まあ、外観も相当違いますけど、あの、インテリアにかなり、あの、 その上下関係みたいなのを感じますよね、うん。これはまた別の動画で話しますけど、スタイリングに関して外観のね、スタイリング、外、うん、そういう感じでは、もうほんと好き好きだし、どっちが上級かってわかんないぐらい、このベゼルも上質な仕立てになってますよね。うん、そう、走りもね、やっぱり、あの、基本的にはこっち、あの、すごいんですけど、 僕のいろいろエアロパーツとかね、うーん、オイールとか変えてかなりすごい走りになってますので、まあ、その辺のことはまた別の動画で一本します。内装にもまた別の動画に一本します。外観のことを今日はね、つらつらと話してみましたんで、またよかったらね、ベゼルとか ZRV に両方今所有して、しばらくこれを2台乗っていこうと思うんで、うん、これからも。 この2台の動画発信しますので、よかったらチャンネル登録してまた見に来てください。それでは失礼します。さよなら。